おでごござざいいまます。す。舞姫大学の特別講義でございます今回のテーマはね、時間が解決するっていう、この言葉について、私なりに考えを申し上げていこうと思います。皆さんね、時間が解決するって何かありますよね。まあ、例えば、ある人とある人がちょっと仲違いしてしまったと。ものすごくお互いに怒っていてですね、取り付くしまがないと。でも、時間が解決する。まあ、つまり、 しばらく時間を置くと、お互い冷静になって自分の悪いところをね、見つめ直すことができて、和解しようかなって気持ちになるってことなんですよ。まあ、ここだけ捉えれば、時間が解決する。確かにあり得るなと思うんですけども、ちょっと極端な思考に、えー、このね、言葉を当てはめてみたらどうなるでしょうか。時間が解決する。例えば、時間を1万年かけたら、私はどんな問題も解決すると思うんですよ。まあ、つまり、当事者がいなくなるってことなんですよね。 でもこれって解決は解決なんですけども本当にこれでいいのかなと思うわけなんですよなんでこんなことをね私が考えたかというとあの水俣病について、えー、昨今ね、えー、ちょっとした話題がありましたまあ環境省の大臣とそれから水俣病被害者の方がちょっとしたね問題をトラブルを起こしてしまったということでそのちょっとしたっていうのは、まあ、言葉のあやではありますけども結構重大な問題なんですよね というのが、水俣病に認定されずに、そのまんま苦しみのうちに亡くなった、そんな方がいらっしゃるんですよね。そして、今でも水俣病に苦しめられている人が、今でもいるわけなんですよ。私、この事実を知ったときにね、あの水俣病って、確か小学校の社会の教科書で、過去のことということで学んだような気がするんですよ。それ以来、 水俣病というキーワーワドがね私の頭に上ることはあんまりなかったんですよね。でも今でもこの令和の世の中でも水俣病に人生を奪われた方が何の賠償も受けずにね苦しみのうちに悔しさのうちに亡くなっていく次々と亡くなっていくっていう現状があったわけなんですよ。これって日本政府がそして環境省がですね自分で起こしたそういった公害を市民国民に押し付けて 時間切れを狙ってる。つまり、当事者の方が死んでしまうことを願ってるんじゃないかな、っていうふうに思わざるを得ないんですよ。裁判が長引くのは長引くんでしょうけども、でも、裁判といえども、国の機関ですよ。この水俣病に関しましては、早くに決着つけるために、もうね、上告も控訴もしないということで、国が申し述べて、で、被害者の話をね、すべて受け入れれば、簡単に結果、 解決するんでなんですけどねなんでそこまで賠償に抵抗すするのかか原因は明らかなわけですよそして現実に水俣病に苦しめられて人生の大半をそこにすり減らされた人がいるってことなんですよね。何の喜びも希望もなくそして水俣病に日々頭を悩まされてで体を蝕まれてやりたいこともできずにまさに人生を奪われた人たちだと思うんですよね。 さらには、そう言って苦しんでる方の身のまとめを認定もせずに、認定をしないから保証もできずに、本当に不自由な暮らしを強いられたと思うんですよ。で、そういった方のことをね、時間が解決するとは言わないと思うんですよね。それこそ、拉致問題と同じように、当事者の方がどん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 お亡くなりになってね、そして、各省庁の役人っていうのは、どんどん人事入れ替わりますから、 人の痛みななんて知ったことじゃないと国のそういった財価を認めることによって自分の出世がなくなるってことをね恐れて保身に走ってるんだはないかと思います。まああの「公伏」という言葉がありますけども、うん、そういったね公の機関で勤める以上自分の出世なんてのが一番に上ってはいけないんじゃないかなと思うんですよ。 特に問題を先送りしたことによって何の解決もしないのに出世するなんていう仕組みがおかしいわけであってね。まあ、仮に自分の就職身体がそこで止まろうとも、人間としてのね、人義を優先して国民のために働いたという教授のもとに日々を務めてほしいなと思うばかりなんですけどもね。なかなかそういうわけにはいかないんでしょうか。結局は権力を持てば権力を持たない人に対してそういった扱いしかできないのかなと思ってしまいましたね。 そういうことを思い出してね、えー、時間が解決するっていうのは結構それこそ私たちには限られた時間しかありませんから時間に解決を委ねてしまっているんではなくて自らの意思で解決に向かうそれも一日も早くということなのかなと思うんですけどね。はい、ということでね早くねこのビジネスにおけるお金の問題も解決していかないとね私たちの人生は残り少ないわけですから。 うん、今日にでもお金の問題は解決して別の本来解決しないといけない問題に取り組んでいけたらなと思うばかりでございます。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。